申し込む。伊調刑パワハラ騒動の A 和俊、吉田沙保里とは8年間隣室生活。スキンヘッドをニット帽で包み、乾燥に駅に向かって歩いていたのは A 和俊57だった。愛知県にある私学館大学旧中京女子大学のレスリング部監督であり、日本レスリング協会協会本部長も務める栄氏。だが前々日の2月28日から続く報道のために疲れ切っているように見えた。それでも本識者が問いかけると少し笑顔を見せた。この騒動には参ったよ。もうヘトヘトだよ。やっぱり私を陥れたいグループがいるんだろうね。そっちの方が問題だと思うけどね。金メダリスト6人を育てた名将を追い込んでいるのは、2月28日に週刊文春の報道により明らかになった告発状の存在だ。内閣府に告発状を提出したのは帝友義典弁護士です。英雄弁護士は元五輪出場選手らの依頼を受け、 A 氏ら日本レスリング協会幹部たちのパワハラを告発する文書を作成したのです。文書には A 氏らが伊調刑選手33の練習場所を不当に奪ったこと、伊調選手が指示しているコーチへ伊調の指導をするなといった圧力をかけていたことなどが記載されています。社会部記者。そもそも栄氏にとって伊調選手も少女時代から育てた弟子だったはず。だが9年に伊調選手が A 氏の元を離れた水辺力コーチ42の指導を仰ぐようになってから、その関係は悪化の一途をたどったという。スポーツ紙記者は言う。栄氏は独自の指導哲学を持っています。選手たちのために4000万円のローンを組んで一軒家を購入して寮にしたというエピソードはよく知られていますが、行き過ぎた愛情になってしまうこともあるようです。選手を好きにならないと本気で指導できないと A 氏はスポーツ紙のインタビューや対談では指導哲学について語っているのだ。A 氏は93年には臨時コーチとして指導していた10歳年下の女子レスリング選手と結婚。さらに8年にはまたも19歳年下の教え子と再婚している。結婚には至らなかったものの、A 氏にとっての最愛の教え子といえば吉田沙保里選手35でしょうね。前でスポーツ紙記者。再婚から2年後の10年、A 氏と夫人は私学館大学にも近い新築マンションを購入している。そしてその隣の部屋を購入したのが吉田沙保里選手だった。16年に栄夫妻はさらに大きいマンションに転居したのだが、同時に隣室を購入したのは吉田選手。8年も隣室に住み続けるというその師弟の絆には驚くばかりだ。レスリング協会関係者は探索する。栄氏は昔から嫉妬深いところがありました。教え子が誰か他のコーチに教えてもらおうとすると激怒するのです。彼は伊調選手が男子選手と練習していることを注意したそうですが、嫉妬に他なりません。彼の元を離れた伊調が偉業を成し遂げたのも許せなかったのでしょうね。本氏が A 氏を目撃した3月2日、吉田選手や伊調選手との関係についても質問した。吉田選手とずっと隣同士で生活しているのはなぜでしょうか。昔から吉田はうちの女房が作った料理を食べているんです。まあ、家族ぐるみの付き合いということです。伊調選手とは家族ぐるみになれなかったということですか。ああ、彼女は大学を卒業した後は僕のところから出て行って別の練習場所を求めたから…僕や吉田とは進む道が違ったのだろうね。日本レスリング協会からの事情聴取に備えるため改札口を通るその背中はとても小さく見えた。